では次はローリー・マーキュリー参考人。黒服にベール、きっと喪服ね。都合がいいわ。お名前はローリー・マーキュリー。難民キャンプではどのような生活をしていますか？単純よ。朝目を覚ましたら生きる、祈る。そして命をいただく、祈る。夜になったら眠る。命をいただく。そう、食べること、殺すこと、エムロイへの罪、いろいろよ。質問を変えましょう。見たところあなたは大切な人を失ったようですが、そうなった原因が自衛隊にあるとは思いませんか？質問の意味がよくわからないと言っているローリーの家族。資料によれば、ドラゴンの襲撃を受けた際、避難民の4分の1を犠牲にしておきながら、自衛隊員には死者どころか重傷を負った者すらいません。身を挺して戦うべきだった人間が自身の安全を第一に考え、結果民間人を危険にさらしたのではありませんか？さあ話してください。あなたが見た自衛隊の本当の姿を。なんと、あなたはおバカさんですか？と尋ねたのよ、お嬢ちゃん。あなた、日本語が。そんなことはどうでもいいのよ。伊丹たちがドラゴンとどう戦ったのか、それが知りたいのでしょ？伊丹たちは頑張ってたわ。難民を盾にして安全な場所にいたなんてことは絶対にないわよ。第一、兵士が自分の命を大切にして何が悪いの？彼らが無駄死にしたら、あなたたちのように雨露しのげる場所でだべってるだけの人を一体誰が守ってくれるのかしら、お嬢ちゃん。お嬢ちゃん、遠流を相手にして生きて帰ってきた。まずはそのことを褒めるべきでしょうに。それと、避難民の4分の1が亡くなったと言ったけど、それは違う。伊丹たちは4分の3を救ったのよ。そんなことも理解できないなんて、この国の兵士も苦労するわね。伊丹たちは誰にもできないことをやり遂げたわ。それがあなたのおバカな質問に対する答えよ。お分かりかしら、お嬢ちゃん。大人に対する礼儀がなってないよね、お嬢ちゃん。それって私のこと？他に誰がいますか？特地ではどうか知りませんが、この国では年長者は敬うものですよ。驚いたわね、たかが。委員長、小原議員は重大な勘違いをしておられます。なんで邪魔するのよ。いいからおとなしくしててくれ。ねえ、信じられないでしょうが、このローリー・マーキュリーさんはこの場にいる誰よりも年長なのです。一体いくつだというのです？961歳になるわ。900？ ちなみに隣のテュカさんは165歳よ。まさか15歳。はあ、